将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている内容の特別編を作成しました。アベマ指定トーナメント2022の A リーグの予選が終了しました。決勝に進めたチームはどこだったでしょうか。最後まで見てください。なんとすごい予想外の結果になりました。昨年の優勝のチーム畠山、準優勝のチーム鈴木が予選敗退となりました。 A リーグの1位はチーム谷川です。2位はチーム豊川です。 A リーグの個人成績を見ましょう。1位で決勝進出したチーム谷川は、ポナリ七段の活躍が素晴らしかったですね。師匠の谷川十七世名人も2勝2敗と五分を維持しましたね。2位のチーム豊川は、師匠はコメントが受けていましたが、弟子の渡辺五段の活躍がすごかったですね。2位決定戦では斉藤八段に3連勝ですから、アベマルールに慣れてきたのかもしれませんね。昨年優勝のチーム畠山は斉藤八段の調子が悪かったのが響きましたね。昨年準優勝のチーム鈴木は弟子の梶浦七段の調子が出なかったですね。このように見ると弟子の成績次第で順位が決まりましたね。最後にお願いがあります。 B リーグでチーム杉本が決勝進出してほしいと思う方に、さらに藤井聡太竜王にいろいろな棋戦で優勝してほしいと思う方に、今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにも、チャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。